時の流れから取り残されたみたい。足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。調べてみよう。これは。なんてこと。トルガル、クライブ、あいつは、あいつは真実を握ってる。追うんだ。どこへ行った。隠れる場所なんて。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃああの日ジョシュアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に。いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。しかし奴はどこへ。この扉の向こう。まさかフェニックスはもういないんだぞ。フェニックスの祝福。クライブ。ああ、行こう。あれはさっきと同じ仕掛けか。ここはソロの文明の遺跡。どこの遺跡も朽ちているのに、こんなにも形が残ったままだなんて。こんなところに通じてたなんて。
なんだ。それだけじゃないわ。この遺跡自体がまだ動いているのよ。
見えた。先へ進んでみよう。ジョシュアはいつもこんなところを？いや、そんな話は聞いたことがない。ここは招かれざる者の道なんだろう。また動いた。一体どこへ？侵入者を出迎える罠か、あるいはあの男はここまで来たんだろうか。それを知るにももっと奥に進んでみるしかないわね。来い！
今度は何なの？やつを止めるぞ。
止まったか。こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。遺跡荒らしと思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。ジル、あれを。あれは何かの壁画かしら。近くまで行ってみよう。こんな奴がいるなんて。ここにも誰か。下がれ。戻る。
の仕掛けなのか。あるのかしら。これを渡れってことか。そのようね。クライブ、これっていつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。中央にいるのは神様ってとこか。ならここが典型の間。火の召喚獣のドミナント、それとも